ナッシュ。そうですね、私はでも最近温かいものを飲むようにしてて、今日も温かい紅茶を入れてきたんですけど、忙しすぎて飲むの忘れて、もう多分冷めた紅茶になってると思います。だから飲んでないですね。今日は温かいものを飲むようにしてます。もともと冷え性なので、なんか冷えを改善したいなって思って、冷たいものをそんなに飲まないようにしてますね。もともと冷たいドリンクとか、スポーツドリンクとかが大好きだったので、そういうのを控えて、なんか温かいものにしようって思いました。そうですね、でもなんか温まった気になりますよね、体が。なのですごいいいと思いますね。なんか自然と寝つきも良くなった気もします。